スピロ化合物は、ただ一つの原子に結合した肝を有するに、肝式有機化合物である。スピロ肝化合物、または、スピロ肝式化合物とも呼ばれる。肝が結合している原子は、スピロ原子とも呼ばれる。すべてのスピロ化合物は、接中時、スピロと、それに、スピロ原子自身を除いた小さい方の肝内の原子数と大きい方の肝内の原子数を含む、核括弧が続く。 数字はドットによって分けられる。例えば、数の化合物 A は1ブロモマイナス3クロレスピロ、4.5デキンマイナス7オル、化合物 B は1ブロモマイナス3クロレスピロ、3.6デキンマイナス7オルと呼ばれる。シクロヘキサンカンとシクロペンタンカンからなる、スピロ化合物は、スピロ、4.5オクタデカンと呼ばれる。この命名法は1900年に、 アドルフ・フォンバイヤーによって提唱された。スピロ化合物の例としては、スピロペンタジエンがある。環状ケトンとジオールあるいはジチオールのアセタールは、スピロ化合物である。例えばスピラプリルは1、2エタンジチオールから形成される五因感を持つ。ディスピロ、2.1、35.23クタデカン。誤った番号を付け正しい番号を付け。ポリスピロ化合物は、 3つ以上の管を形成する2つ以上のスピロ原子によってつながっている。ポリスピロ化合物を命名するとき、セット時の D、トライ、テトラマイナスなどがスピロ原子の数を示すために名前の初めに加えられる。化合物の原子は、系統的に番号付けされる。ポリスピロ化合物は、スピロ原子を1つ含む、末端間から順に番号付けされる。 スピロ原子の隣の原子の番号を1とし、順に番号を付けていく。2つ以上の末端間を持つポリスピロ化合物では、最も少ない原子数の間から番号付けを開始する。番号付けの方向は、スピロ原子の番号が最も小さくなるように決定する。一部のスピロ化合物は、軸性キラリティを示す。通常キラリティにおいて見られるように4つの異なる置換器を持たなくとも、 スピロ原子はキラリティの中心となりうる。二つの間が同一の時、優先度は CIP 順位属の修正版によって決定される。間が異なる場合は通常の規則が適用される。ラクトンやオキサ人のスピロ体はロイコ染料として頻繁に用いられており、しばしばクロミズムを示す。ありがとうございます。